俺とも喋ってねえだろ、さっきのパーティーで。もったいない。シャイなんですね。好みの子がいなかったんだよ。嘘つけ。どんな子が好みなんですか。君みたいな子。嘘ばっかり。本当だよ、本当だよ。お願いします。僕と結婚してください。私本当に何もできないわよ。すっかり農家の嫁って感じになったじゃない。農家の嫁が農作業できないでどうすんのよ。幸恵さんは農家の嫁になったの。仕事を覚えてもらうのは当然でしょ。そういうところがそそるんだが。ちょ、何すんのよ。モンペ姿もそそるし、めっちゃ懐かしいわ。噂だよ、奥さん昔水商売やってたんだろ。もっと深い関係だったらしいんだよ。うん、俺はそれができる立場だ。どうする。本当に契約結んでくれるのね。やっと持てた家族だから、それを守るために必死になってたんだと思う。俺が全力で守るから。